皆さんこんにちは。今日は株式会社リクルートテクノロジーズが運営するアドバンスドテクノロジーラボという場所にやってきました。これがロゴです。どんな場所かというのを今から中に入ってですねご案内いただきたいと思いますので、早速行ってみましょう。桜井さんに施設をご案内いただきます。よろしくお願いします。お願いします。こちらの施設は、はい、学生さんとか、エンジニアさんとかグレードさん向けに、はい、開放されているもので、まあ、こういったドリンクのスペースとかも利用できる、はい、しかも、はい、無料という話ですよね、はい、すごいですよね。審査という形ではないのですけれども、はい、ここに会員として登録をされたい方が、まあ、どのような意思を持って、まあ、どのようなことをされたいのかということを確認をさせていただいてますので、こういったことを開発してますだとか、こんなことやりたいとかですね、具体的なものがあればあるほど、すごく我々としてはウェルカムですので。なるほどですね、はい、ここはモーションキャプチャールームです。こんな感じの、これマーカーなんですけど、これを着て、まあ、なんかこう動くとそのモーションがコンピューターに取り込まれて、例えばそのキャラクターの動きに反映されるとかっていう、ゲームとか映画の CG とかで見るようなあれができる部屋ってことですよね。そうです。このチャンバラみたいな縦押すであるだとか、はいはい、そういった、はい、ええ、そうです。バトルシーンとかできるという。ああ、いいですね。はい、というわけで桜井さん、はい、駆け足ではありますが、施設見せていただきました、はい、ここもう出来たてほやほやなんですよね。オフィスとして開いたのはゴールデンウィーク明けですね。2017年のゴールデンウィーク間でゴールデンウィーク明け、ゴールデンウィーク明けやはりターゲットとしてるのはですね、ご自身で何か開発ができる、例えばプログラミングができるであるだとか、何かデザインができるっていう方がやっぱりどうしてもベースになるかなと思ってます、はい、具体的にイメージがあって、このピースが足りないからっていうのは明確になってる人の方がいいかもしれない、ね、もういいかもしれないですね。このデバイスさえあればいけると思うんだけどな、はい、みたいな、とこまで来てる人はかなり使いこなせると言ったら変ですけども、そうですね、分かりやすいですね。はい、おそらくテックハブになるような場所って、まあ、日本にもいっぱいあると思っていて、はい、古くは秋葉原であるだとか、そうですよね、まあ、渋谷であっても、例えば渋谷の駅のすぐそばであったりだとか、はい、まあ、いろいろあると思うんですけれども、このスペースを探すときにやっぱり考えたことの一つとして、はい、リアルの世界からの隔離感というかですね、少し離れた感じ、はい、やはり研究開発をするときの発想を広げるという意味では、はい、この事業がこんなこと困ってるってなっちゃうと、どうしても視野が狭くなっちゃう、はい、場所を切り替えることによって、そのあたりの発想の枠も外してもらうっていう意味でいくと、この少し離れた場所っていうのはいいかなと。なるほどですね。ただ雨の日は不便ですけど、はいはい、そもそもその使うための、学園研究員になるための申し込みというのもオンラインから、はい、そうです、はいはい、この動画の下の概要欄のリンクから申し込んでいただければと思います、はい、お願いします。お待ちしてます、はい、あとですね、この、アドバンスドテクノロジーラボ全般に関してもう少し詳しいインタビュー記事がですね、ロボティアさんというメディアで、読めますので、皆さん、そちらもぜひ合わせてチェックしてみてください。この下の動画の概要欄に入っていますので、そちらもどうぞ。